シカゴにあるフィールド自然史博物館。フィールド自然史博物館はアメリカ合衆国入りの異衆シ,シカゴ市内のミュージアムキャンパスと呼ばれる公園地区の一角ミシガン湖岸のレークショアドライブ沿いに位置している。1921年に建造された建物は1890年代のシカゴ万国博覧会によって取り入れられた様式を代表するものである。 万博終了後の1893年9月16日に美術品展示会場であった建物に万博の遺物を展示しシカゴコロンビアン博物館と名付けられたが1905年に寄付者マーシャルフィールドにちなみ現在の名称に改められ1921年に現在地に移転した元の建物はシカゴ科学産業博物館として使われている この博物館は四つの主要な部門からなっている。すなわち人類学、動物学、植物学、および地質学の四つである。建物は地上3階建てで、中央部は吹き抜けになっており、2階より上は吹き抜けを取り囲んで回廊が設けられている。回廊をめぐって展示室が設けられており、来館者が比較的自由に順路を選択することができるように、展示が配置されている。 ティラノサウルス、スー、アメリカ中世物史の規模を誇る、博物館で数々の恐竜コレクションは目を見張るものがある。アメリカ国内で発掘されたものが多い。特に有名なものは、発見者、スーザン・ヘンドリックソンの愛称から名付けられた、ティラノサウルス,スーの全身骨格で、取得までの経緯、費用、等大きな話題を提供した。1階の中央フロアに展示されている。 エジプトの応募の原質をそっくり移築した展示が設けられている。ありがとうございます。